敵は広範にわたり防御ラインを突破しました。南部では突戦を占拠しシュテレンスドルフへ進撃中。北部ではフローナウとパンコ間で作戦行動中。東部ではリヒテンベルク、マールスドルフ、カールスホルストのラインまで。シュタイナーさえやってくれば大丈夫、何も問題はない。相当かか。シュタイナーは、シュタイナー師団は兵員の消耗が激しく戦闘能力はありません。4人だけ残れ。カイテル、ヨードル、クレープス、ブルクドルフ。命令をしたはずだ。シュタイナーに攻撃命令を下した。相当の私の命令に背くとはどういうつもりだ。その結果がこれだ。軍は嘘ばかりついておる。みんな嘘つきだ。親衛隊さえも。将軍とは名ばかり、どいつもこいつも嘘つきで無能な臆病者、裏切り者ぞろいだ。どうとかか、それはあまりにも無理。黙れ腰抜けども、裏切り者の負け犬めだ。そうとかか、いくらなんでも言い過ぎです。将軍どもはドイツ人民の中のクズだ。恥さらしどもが。何が将軍だ。士官学校で学んできたのはフォークとナイフの使い方だけ。肝心の軍事はまるっきりについてはおらん。軍は昔から私の計画の足を引っ張ってばかりだ。ありとあらゆる手を使い私の邪魔をし続けてきたのが軍だ。私もあの男に習うべきだった。スターリンに習い、高級将校の大粛清をやるべきだった。私は士官学校でじゃない。エリートではないが、それでも自分の力だけで全ヨーロッパを征服したぞ。裏切り者ども、私は最初から将軍たちに裏切られ騙され続けてきたんだ。私だけではない、ドイツ国民への恐るべき裏切り行為だ。だが見て俺、裏切り者ども、すぐにその地で罪を償う時がやってくる。己の血の海に溺れる時が来るのだ。ゲルダ、寝泣かないで。私の命令は彼らに届かぬ。こんな状態でこれ以上国民を率いることはかなわない。おしまいだ。この戦争は負けだ。だがお前たちに言っておく。私はベルリンを離れる気はない。離れるくらいならいっそ頭を打ち抜いて自決する。みんなは好きにしろ。